サバネちゃんですね。はい、今日はね、亀の紹介をしようかなと思います。ここに今いるのはクサガメとニホンイシガメなんですけど、クサガメちゃんベビーは小さいですけど、大人になると結構30センチぐらいになります。はい、この入れ物自体も販売してるんですけど、これあのタートルタブって言って、プラスチックのね、入れ物で、非常に軽くて水替えなんかもしやすいので、取り扱いやすいものになってます。でサイズはね、結構60センチぐらいまでのやつがあって、これは小さめの、45センチぐらいのやつかな。これで生態なんですけど、これクサガメですね。この3本キールが、特徴です。で甲羅はね、成長とともに黒っぽくなります。こっちの子はもう1匹いる、こっちの子、これまだ小さいんですけど、もうすでに黒いですね。この子今日光浴してたんですけど、甲羅干ししてる時なんかは特に黒っぽくなる気がしますね。この子こっちで水浴びしてると、こうなんかもうちょっと明るい色に感じます。でこっちでジタバタしてる、この子日本イシガメです。黄色っぽくて綺麗ですね。モモンガが邪魔しに来たんで、こっちの子は日本イシガメで、運休じゃなくて純血のね、日本イシガメです。日本イシガメは甲羅干しが結構好きなので、このこっちの陸地の方にこうやっているときが多いです。明るいところで結構見るとすごく黄色いことがわかると思います。こういう黄色い感じのカメって他にあんまりいないので面白いですよね。いろんな色のやつが、オレンジ色っぽいやつもたまにいるし、面白いですよね。で運休だと顔がね、クサガメみたいな顔してたりするんですけど、モモンガが来た。クサガメみたいな顔っていうのはこういう顔、このラインが入ってると運休。何しに来た。この子は、ホワイトフェイスのモモンガですね。名前はモモコって言います。大変人慣れしてるんですけど、まだちょっと噛みますね。この水を、エアレーションとか入れる人は入れてもいいと思うんですけど、基本的にカメ結構水を汚すので、2日とか3日に1回ぐらいは水を変えてやる感じですね。でそんなに深くする必要はないです。これここまでしか水入らないのでね、これ以上入れるとここの陸場の意味がなくなっちゃうんで、陸場の方で甲羅を干せるようにしてやらないといけないんで、水入れるのはここも深さまでなんですね。なんで3センチ、水深3センチぐらいまでしか水は入れられないようになってます。こんな感じで顔だけピョコって出すみたいな感じでいます。非常に軽いのでね、水ザバーっと捨てて新しい水を入れてやるっていう感じで、メンテナンスは結構楽ですね。そんな感じで、あと室内で買う場合は UV ランプなんかも入れますね。
紫外線がないとこの甲羅が発達、綺麗に発達しないので、なんかデコボコになっちゃったりとかします。で外で飼育する場合は、あの上から襲われないように何か網かなんかしとくといいと思います。外敵は猫とかカラスとかですね。で、まあ、なんで猫とかカラスに襲われないように、その蓋をしてやるって感じですね、その場合は。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。よかったら、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。